皆さんどうもこんばんは、アイナ・ジ・エンドです。よろしくお願いします。ゴールデンウィークいかがお過ごしかということでですね、ゴールデンウィークの真っただ中、このようにして、収録をさせていただいております。本日、お食べ申したいものはですね、はい、アパ社長カレーの焼きそばでございます。アパ社長食べます。もうペヤングももういよいよになってきたね。元谷恵美子っていうんだね、アッパ社長の本名知らなかったよ。それでは皆さん食べるとこまで飛ばします。アッパ社長、アッパ社長、世田谷に住んでる、血液型 B 型アパ社長、アパ社長くん。中身は普通です。火薬です。ソースです。これがあれでしょうね、おそらくアパ汁でしょうね。これアパ汁、ふりかけ、ね、これを普通にお湯を入れてアパ汁をかけていただきたいと思います。それでは食べるとこまでいよいよ飛ばします。さよなら。どうも岸谷五郎です。実況していきたいと思います。こんな感じでございます。ふりかけが普通のペヤングってなんだっけ、青のりじゃないですか。それがね、七味だったよ。うん、でね、おいにはね、カレー風味のカレーとソースの匂いが混ざったような、そんな匂いです。それではいただきたいと思います。それではいただきます。まず乾杯しましょうか。ほー、くぽーい。ま、それではいただきたいと思います。アパ汁焼きそばいってみたい。それではいただきます。うん、カレー焼きそばだね。うん、そりゃそうか、カレー焼きそばって書いてますからね。うん、うまい、うまい、普通にうまい。うんうん、うまいな。これ卵入れたいね。うん、うまっ。うんうん、ペヤング史上最も迷走してる商品だとは思うんですが、味はいいね。うん、しかしね、このカップ麺を食べるのはいつぶりだろう。本当にいつぶりだろう。ちょっと今年初かもしれない、もしかしたら。それはないか、動画で何か食べましたよ。このカラカラ魚とかいつだったの。それぐらい本当ね、ジャンクを本当に食べてないんですよ。うん、ガチダイエットしてるんで。でこのね、ゴールデンウィーク中は大暴れしてやろうということで4日間ぐらい暴飲&暴食をしております。そしたらね、すごいね、このごちそうを食うとこんなにむくむんだなと。あとお酒ね、びっくりしてますね。今日朝サウナ行く前ビビったもんね。目を開けてるはずなのに目が開いてなかったもん、むくみすぎて。これうまいわ。ちょっとね、ちょい甘めのカレーって感じ。でもね、ペヤングのソース感はすごいあるんで、カレーすぎずペヤングすぎずっていう感じだね。なかなかマジでうまいやつじゃん。うまっ。ちょっといっちゃう？禁断のマヨネーザー夫人いきます。マヨネーズ絶対美味しいでしょ。絶対でしょ。うまっ、うまっ、たまにはいいね。なんかジャンクってちょっとこうストレス解消じゃないけど、なんかこうわーってなるね。かの狂気の男と呼ばれるゴード浩二さんもジャンク食べないからでかくならないんだよって言ってたぐらいですからね。クロワッサン食べないからでかくならないんだよね。誰にも伝わらないモノマネをしたところで、今日はこの辺でお別れしたいと思うんですけれども、言い残したことあるかな。あ、お久しぶりです。なんかね、すいません。こんな感じです。じゃあ明日から、ゴールデンウィークも終わりということで、またがっちりとね、カロリー計算と筋肉トレーニングの生活に戻りたいと思います。今日は最後の暴飲暴食を楽しみたいと思います。皆さんはね、関係なく毎日暴飲暴食してください。それではご視聴ありがとうございました。今日はね、ちょっとここでジャンプした瞬間に消えようと思います。それではさよなら。